はい皆さん毎度毎度、はい、ワインディングねまあプロだったらこのねプロはこれこのぐらいの巻かないとね下手くそな先輩がカットしちゃってね短く切ってねお客さんがパーマーとか言ってねこんなツンツンるんじゃ帰れないと言われたらこれ巻かなきゃいけないからねまあこれペーパーを折って巻けば簡単だよねあとロットの横幅全部使おうなんて考えないことねよくあの本当につまめる範囲で巻いとくっつの もう本当につまめる範囲でもう狭くていいよ狭くてね本当に適当に狭くして録画されてるねもうこんなんでいいからとにかく巻いていかないとで根元はどっちにしろもうかかんないからね毛先はちょっと曲がればいいっていう感じよいしょ もう綺麗にはもう巻けないよね、こんなになっちゃうとね。綺麗に巻くより、とにかくロット巻きつけて、何かしら毛先がかかって、お客さん、返さねえと、とにかく格好になってねえとね、帰れないか、返帰,帰れないかね、お客さんがね、あと白いロットね、これやっぱり真ん中が細いでしょ、両端、太いでしょ、これ、あの真ん中だけ使いなさいって意味だから、あの両端まで巻かなくていいよってこと言ってるんだから、教えてくれてるんだよね。 これだからロ、あのー、国家試験だとスライスの横幅いっぱいいっぱいのかって言うけどそれ嘘だからこれ細いのは真ん中だけ巻きゃいのねまあこれ,これちょっと意外とね意外と使いにくいねこのロットはねだけどまあ巻かなきゃダメだからねこういうのもねもうつまめれば巻けるだったってこれね本当に人間の頭はやっぱりもっと巻きにくいよこれあ滑るから毛が。 ウィックだから負けるようなとこあるけどね、でウィックだったらこのぐらいのが負けるぐらいまで練習しとかないと人間のターンはもっと負けないからね。はい